したいと思います。喋ることないです。まあまあ、そのぶら下がった状態から上まで上がっていく懸垂のことを特にマッスルアップと言いますね。はい、会長です。動画を見ていただいてどうでしたでしょうか。懸垂60回以上ってもうすごいですね。もう驚異の身体能力としか言えないと思います。ということで、今週金曜日の、ガッチリ隊、生配信ですね、の、ゲストは、驚異の身体能力、全日本2位の小柳嵐選手です。嵐選手とは2018年の敗者復活の準決勝ですね、そちらのところでですね、一度対戦させてもらってですね、揉み合いの末なんとか私が勝つことができましたが、もうその時のダメージがひどくて、次の試合ではもう全然ダメでした。もうあの時の試合もですね、本当にどっちに勝敗が転んでもおかしくないような勝ちの揉み合いだったんですけども、本当に強くて、そして根っこが強いのですごく落ちなかったという印象があります。今はあの時よりももっと強くなっていると思いますので、ぜひまた対戦したいなというふうに思ってます。で、嵐選手は何といってもあの南雲選手に勝ったりとかですね、あと、前山選手とか、あるいは、東選手ともいい試合をしていて、体重は、75キロの選手なんですけども、ものすごい、パワーの持ち主です。その、嵐選手の、がっちりが強くなる秘訣ですとか、あるいはトレーニング方法、こういった部分についてもいろいろと聞いていきたいなというふうに思います。今週のガッチリ隊生配信はですね、6月の5日、22時からとなっております。今回はですね、サブ MC ということで、前田一平選手にも参加していただく予定ですので、そちらも楽しみにしていただければなと思います。あとチャット欄にたくさんコメントいただければ嬉しいです。今週も生配信の方よろしくお願いします。今日はご視聴ありがとうございました。